YouTube をご覧の皆様、せーの、こんにちは、今回はエンジンに取り組む上で僕たちが必ず守ると決めた9つのルールを大公開、そして共有していきたいと思います。恥ずかしいな、恥ずかしい、恥ずかしいな。あの出すの初めてだもんね。しかもこれを言ったことによって絶対守らない、絶対守らないから。確かに確かに。でちなみにこのルールっていうのはどうやって決めたんだろう。そうね、なんかもともとメンバー9人で、こうエンジンについて話し合ってたじゃないですか、でその時に僕がまあエンジンをもっとより良くするためにルールを決めた方がいいんじゃないかなと思って、その時に提案して、でメンバー1人ずつルールを決めようってなりました。ちなみにこれは破るとどうなるんですか。破るとどうしますか。まあ破ってペナルティは別にな、あるペナルティけどルールだから。そう、なんかでも確かにね、いやペナルティはなしでいい。僕が考えたエンジンのルールはこちらです。じゃん、ちょっと見にくいんですけど、まず挨拶、挨拶、そして礼儀、礼儀で周囲への配慮です。大事、素晴らしい。挨拶することによって、まあ印象の、自分の印象の良さが伝わります。また相手の心を開けたり、また相手の心に近づけたりするので、挨拶は僕たちが生きていく上で絶対に必要不可欠というか、もう大切なことだと思います。きょうちゃん的には、自分は挨拶をできてる方。いや僕はすごく気にかけてます、ずっと挨拶を、挨拶は必ずするようにしてます。最後にきょうちゃん、ちょっと、この YouTube を見てる方々に全力の挨拶を。あ、いいっすよ、お願いしていいですか。はい、じゃあ無理させられちゃう。雑振りよな。お願いします。おはようございます。あー、いいですね。挨拶だ。はい、以上です。いい挨拶、いい挨拶。エンジンルールその2、遅刻厳禁。ちょっと待って。いや、まあ、とりあえず理由から、もうこれはそう説明するまでもなく、もうほんと初歩の、さっきの初歩の、初歩の、さらに初歩の当たり前のことなので。誰が言ってるんだよ。どこの現場に行こうとも、もうこの遅刻の関しては、もう当たり前のことなので、皆さん気をつけてください。あの、ちなみにいいですか、はい、草地くん、遅刻したことはありますか。あります。前回話し合った時に、もう遅刻はやめようってなったんで、そっから遅刻して。今日は、ちなみに今日は何分前に来た。エンジンのルール三つ目は、はい、ボン、メリハリです。メリハリ、僕たちは9人はすごく仲も良くてチームワークもあるんですけど、人数がどうしても多いので、どうしてもわちゃわちゃしがちなところがあります。撮影や練習なんかの時もついその楽しい雰囲気のまま臨んでしまうところがあるので、やっぱちゃんとやらなきゃいけない時のオンオフのスイッチをしっかりしないといけないなということで、メリハリにをが作られました。じゃあ多分これが一番の僕たちの課題だったと思います。メリハリ。僕が選ばせていただいたルールはこちらです、努力。で今はもう自分たちが好きなことをしたいことをやらせてもらっていて、メンバーみんなこの努力を努力と思わなくても自然になんか努力ができていると思うんですけど、まあ、この今後自分たちは芸能界で売れていきたいっていう目標もあるし、その気持ちをずっと持ち続けて生きたらいいなと思って、まあ、努力なくして成長はないと思っているので、これは大切だなと思いました。ちなみにソル、これから努力していきたいこととかありますか。今後なんかバラエティとかも挑戦してみたいから、そういうなんかバラエティ的なノリとか コメントとかなんかいろんなバラエティ番組を見て、なんか
研究したり、まあそれも努力だし、まあ、休むこともまあ努力っちゃ努力だし、心をいたわってやるっていう努力、まあいろんな努力の仕方があるから人それぞれ努力できたらいいなって思っています。エンジン5つ目のルールはこちらです。活動する上で応援してくださる方々の目線を忘れないです。なんといってもエンジンの最大の武器は応援してくださる方々も一緒にステージを作り上げるっていうことで、皆さんもエンジンの一員でありかつ演者でもあるから、皆さんのその貴重な声もいただけたらすごいもっとより良いステージになるのではないかなと思ってこのルールを作りました。応援してくださる皆様の目線をいつも忘れずに努力していくってことですね。そうね、ソル その努力っていうのもつなげるとそういうことになりますね。客観的な大学だし賢いルール賢い僕が選んだルールはこちらです。メンバーへのリスペクトを忘れない。仲良くなっていくとみんな雑になっちゃう、することあるさあるさお互いをリスペクトし合っていると、お互いに高め合うこともできるだろうし、話を尊重しながら聞くといい結果が生まれるんじゃないかなと思うのでこれにしました。やっぱリスペクトって大事だからね、ね、エリックね。リスペクトって一番大切じゃない？一番大切だね。一番大切だよね。一番大切。一番が多い。と僕が考えたルールはじゃん。思ったことがあれば遠慮せずに言う、かっこ助け合うです。これからやっぱ一緒に過ごしていく上でそれぞれの意見がやっぱりいっぱい出てくると思うので、その思ったことを一人で抱え込まずにみんなに相談しながら解決とかしていけたらチームワークも良くなるんじゃないかなと思って、これは必要かなと思います。なんかエンジンのメンバーは結構この何ヶ月間か一緒にいて結構ズバズバ言う人も結構いて、結構思ったことは言えてるなって思うので、それを今後も続けて言えていけたらいいなと思います。僕が考えたルールはこちらです。常に謙虚、常に感謝です。大事。まあこれから先すごく有名になったとして、どん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 駆け上がっていく中でちょっと天狗になる場面があると、もしかしたらあると思うんで、そこで謙虚っていう気持ちを忘れずにっていうのと、まあ応援してくださる方々そしてスタッフの皆様に常に感謝の意識を持ってもらって活動していくっていうルールを定めました。どうですか？エンジン内で誰かがそうなったらエンジン内で誰かが決勝をなすので戦う。もちろんもちろん。あ、はい、竹澤君、はい、カメラに向かって、はい、ファンの方に全力で感謝してください。しっかりしたわ。マジか。リーダーお願いします。はい。いつも応援してくださり誠にありがとうございます。俺ら応援します。エンジン最後の9つ目のルールはこちらです。気合を入れるときエンジンを組む。おお、これいいな。エンジンらしい。これはですね、その今エンジンらしいっていう声があったんですけど、実際に僕がサッカーをしていた時の話なんですけど、そのエンジンを試合前にいつも組んでたんですけど、これをやるのとやらないのとでは本当にチームの士気とか個人個人のモチベーションっていうのが本当にこれ大きく、やった人にしか分かんないんですけど本当に大きく変わってくるんですよ。なのでその舞台に向けてだったり、そういう大事な大事な場面では一つの目標に向かうっていう再確認もできるので、これはちょっとみんなでやりたいなっていうふうに思ったのでこれにしました。おー、はい、メンバーで決めた以上9つのルールをしっかり守っていき、今後のエンジンについて真剣に取り組んでいきたいと思います。はい、はい、舞台の稽古から本番まで一生懸命取り組んでいきますので、これからもエンジンの応援のよろしくお願いします。